1回戦第1試合、風魔の小太郎 VS ベル、出てきてください。さあまずはじゃんけんしていただこう。今日は最初はグーじゃんけんほい、先行でほい参りましょう。3本先行ベル、高校風魔の小太郎、レディーファイ。コロナ期間でもいろいろあった、人生なんてうぜえことばっか、それでも俺には仲間が増えた、だから今日俺はぶちかましきた、俺のやり方、身内は身内でよそはやつ、横須賀したい、間違いがない、間違いがないからかましてきな。 Yo yo、身内はよそはどちらでもいいよ、目の前にいる俺が鬼だ、大丈夫か本当に、お前の勢いに俺は飲まれねえぞこら。おい後輩、最近調子はどうだい、悪そうだね、俺は今勢いに乗りまくり、大阪トライアングルなにわ節、そのなにわ節、でも俺はやり返すこの MIC で、ナイフとかじゃない、拳でもない、俺はこのマイクであんたと戦いたい、これがスタイルじゃないっすか、ストリートだったらワンパンっすよあんた、そんな生きがってちゃダメ、生きがるやつにスプレーぶっかけて終わりだぜ。ラップをやるステージでワンパンや暴力の話はいりません、イエー、チャカもドスもいらねえ、イケてるワンパス持ってきたぜ、オッケー。俺のスケールマジヤバすぎる、家でサボってたやつとはレベルが違う、だから俺はカーズとムカデと一緒に出しちゃった、常にハイレベルだぜ。俺はサボってたわけじゃないっすよ、いろいろやってるけどまだここでは言えないっすよ、それはやってなかったから、でもそのワンバースも俺が軽く飲む、いや任せろよ兄弟、俺たちのスタイルは剣道将来、これは間違いがない、握る MIC でやり返し、あんた好きだぜうぜえマジで。 Yo、好きなのは分かったけど、いつもこうやって当たった時怒ってんのお前だろ、おい、いつもと言ってることちげえよ、1年半前から動いてるしか言ってねえだろ、俺は常に動いてる、言わずともお前の耳には自然と入ってる、トラップじゃなかったら勝てると思ったか、なにわのラップなめんじゃねえぞ。終了。さあそれでは拍手を聞かせていただきたいと思いますんで、聞きましょう。先行ベル、高校風魔の小太郎、勝者風魔の小太郎です、両者に拍手を。ベル、何か聞かせていただければ。すいません。いいのよすいませんじゃないのよ、かっこよかった、ありがとう。さあ皆さんも今日バッチリでございますね、はい、引き続きこの感じでお願いします。